夢もね、20歳で60代見たことないけど、この2年ぐらい間に夢見出した。最初、とにかくうんこが作れたら、うんこの作り目で宝くじが当たったとかね、1億の前、1億、10億ぐらいの枚数から。だから、宝くじが当たった人も、とにかく夢がね、ふっとかんでスプーンが出て、海面が出てきた。言うときにね、YouTube で見てね。だから俺絶好調なんだと思う。俺でやることは YouTube 見てね。本作成とか。だからあとはやるだけ。そのやる区切りがね、生活崩壊からバレたらまずいとか言うけど、最初20万円どうのこうのって話があるけど、20万円だったら俺はどねかなるからね。まあ世界一の大富豪とは言わんけど、まあ話したら俺は切る。だから、あとはやるだけ。それがまだずーっと、やろうと思ったら、だからいろんなこと考えますわ。金これから先どうしようか、マンション買ってやろうかなと。そっちの方に行くんだ、あんたも。まあ、そういう話でした。俺ちょっと話があるけど、やっぱ、腹減っても、例えば、なかなか買い物行かんね。前はね、必死で、今ね、2万持ってるんですわ。ほいでね、例えばね、2万4000のね、ほんで、俺の連れが、知り合いがね、ちょっと変わりもんで、酒飲むの一級生活保護で、全然、家賃も一人払ってもらったしね、そこ歩いて、ね、手がちゃんに金借り行こうと思ったら、そこに、おだんだんと座ってるんですよ。なんで座ったと思ったら、電話がないから、取り上げられとかね、そういう人間やから。救急車呼んだらしいですわ。何してたの？3日食ってないっておかしいでしょ？給料は3日前、今日4日としたら、昨日ぐらいだと思った。もうない。あと1ヶ月どうぞ。もう死ぬんちゃうか、そういう人間。だから、あとはやるだけ。そういう話でした。そういう人間もある。俺もわし、ここに来て13年目やけど生活保護でね、もう10人は死んどる。こう、知り合い中に、こう、かもしれんね。まあ大変ですわ。で、年金6万7千円ぐらいじゃないよね、皆さん。大変だな。うん。俺服も買えるのって分かったわ。あとはやるだけ。